皆さんこんにちは、伊藤海人です。今回ご紹介するのはこちらです。じゃじゃん。はい、これ皆さん覚えてますかね。これ去年の確か11月3日くらいにアップした動画なんですけれども、ジェントス MG286R 700ルーメンの LED ライトの、紹介動画をアップしたんですけれども、もしまだ見てない人いたらぜひね、ご覧になってください。で、今回またなぜね、アップすることになったのかっていうと、実はね、前回紹介した時に、一部ね、紹介できてなかったところがあったので、またそれを兼ねて、もう一度皆さんにご紹介できればなと思いまして、またアップすることにしました。で、まずこちらのライトの特徴からですが、実はですね、このライト、明るさが3段階に調節できるんですね。で、まず一番明るい、ハイモード。で、そしてミッドモード。そしてエコモード。この3段階のね、明るさが調節できます。で、明るさによって、照射時間が変わってくるんですけれども、一番明るいハイモードが確か17時間かな。ちょっと忘れましたけど、そんな感じです。で、ミッドモードがちょっとね、長めになります。で、エコモードが確かね、最大マックスの85時間まで照射できます。これはなかなかいいですね。で、さらにこれ最大の特徴があるんですけれども、実はこれ、なんと、USB 充電式なんですね。この中にね、電池みたいなのが入っているんですけれども、それにね、付属していた、これね、USB ケーブルを挿して、充電するシステムになっています。だからこれめちゃめちゃいいよね。だから実際に、明かりが切れた時に、こうやって USB ケーブルを挿して、で、充電して、で、し終わったら、またね、照らして使えるので、結構ね、繰り返し使えるので、そういった意味ではめちゃめちゃいいと思いますね。で、あとですね、これ、ストラップみたいなのがついてきました。これ多分ね、使わないと思います。おそらくね。はい。といった感じですね。で、今回皆さんにね、一番お伝えしたかったのが、この、中に入っている電池みたいなやつですね。前回紹介した時は、あまりね、詳しく触れなかったんですけれども、この場で、もう一度皆さんにご紹介したいと思います。で、この部分ですね。この部分を、こうやってくるくるって回すと、わかるかな?回すと、取り外せるようになっています。こうやって回すと、外せます。で、この中にあるね、これ、外すと、これがね、中に入っているやつです。で、見た感じは、ちょっとね、電池っぽいですけど、これで、先ほどね、USB で挿して充電できるようになっています。で、ここですね、ここに、先ほどの、USB ケーブルの、これですね、これを挿します。で、刺すとこんな感じ。で、下は、これ多分ね、パソコンでも充電できるのかな?多分いけると思います。もしくは、テレビ、4K 対応のテレビかな?にも充電できるかな?ちょっと、やったことないんでわからないんですけれども、そういったのに、充電します。で、これ実際何時間で、フルで充電できるのかわからないんですけれども、充電し終わったら、抜いて、ちょっと硬いです。はい。で、抜いたら、またね、この中に入れます。こんな感じで。で、そして、キャップをまたはめます。で、これね、バネがあるんで、ちょっとね、やりづらいんですよね、ちょっと。こんな感じで、ちょっとバネが入ってるんで、めちゃくちゃ、入れづらいです、ちょっと。だから、力込めてやらないといけないのかな。こんな感じです。はい、こんな感じです。これで、またね、使えるので、すごく便利です。はい、では今からね、照射テストしてみようと思います。で、この部屋、リビングなんですけれども、リビングだとちょっとね、明るすぎるので、別の部屋で試してみようと思います。それでは早速行ってきます。
はい、自分の部屋にやってきました。それでは早速ね、照射していきましょう。まずハイモードからですが、ハイモードはボタンを1回押すだけです。こんな感じ。いや、すごくね、明るいのがわかりますね。で、まあこれ700ルーメンもあるので、照射範囲がものすごく広いのがわかります。で、こんな感じでね、僕愛用の iPhone XS Max はこんなにもはっきりと見えます。影として。続いてミッドモードですが、これはボタンを2回押すだけです。1回、2回。こんな感じです。で、まあこれ、先ほどに比べて、明るさは多少抑えられますけど、まあその分ね、照射時間が少しだけですが伸びます。こんな感じです。最後、エコモードですが、これはボタンを3回押すだけです。1回、2回、3回。これがエコモードですね。これね、だいぶ明るさが抑えられてますね。で、まあその分ね、照射時間もだいぶ上がります。確かね、これマックスの85時間ぐらい、照射できるので、まあ、長時間、照らしたいわっていう人は、このエコモードがいいと思いますね。はい。以上がね、明るさ3段階の紹介でした。では続いてね、スポットビームとワイドビームをやっていきましょう。まず、これが通常のワイドビームですね。で、ここからスポットビームにする場合は、先端の部分を前に押してあげると、こんな感じでスポットビームになります。まあ、スポットビームでも十分明るいですよね。こんな感じです。で、まあ、ここからワイドビームにする場合は、先端を後ろに引いてあげると、これでワイドビームになります。スポットビーム、そしてワイドビーム、スポットビーム、ワイドビームっていうような感じで調節が可能です。はい、まあこんな感じで照射してみたんですけれども、どうでした？めちゃめちゃ明るいよね。本当にね、僕これジェントスめちゃめちゃおすすめなので、興味のある人はぜひ買ってみてください。で、これ以外にも、さらに上の、明るさ、まあ、700ルーメン以上の明るさのものたくさんあると思いますので、ぜひね、興味のある人は買ってみてください。で、まあ、これ、ライトですので、くれぐれも人に向けて、照射したりしないでください。失明の原因になったりするので、その辺は気をつけてください。はい、ということで、この動画もしよければ、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またその他、Twitter、Instagram、LINE ブログ、TikTok もやっておりますので、説明欄よりフォローお待ちしてます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。